さあ続いてあゆくんこちらです。はい、好きな男性のタイプはどういうタイプでしょうか。なんかこう常に目標があってこう何事にも一生懸命に打ち込める人とかが好きですかね。それはじゃあ今日スズキ10匹釣り上げるとかそういう目標でもいいよね。目標いいよね。目標しっかり目標だもん、ね、目標年収はどれぐらい。やめて気になってる人いるだろうね。気になってるね。そうですねってなんないよ中学1年生で。例えば憧れのその恋愛のシチュエーションとかで何かあるの。なんですかね、体育館でとか。体育館先生と体育館な行ってないな。もう体育館体育館ね。体育館ね。ここでまなちゃん憧れの恋愛シチュエーションを松本と再現。設定は体育館で初めて出会う先輩と後輩。まなちゃんだから初めて意識しちゃうんだね。そうだね。でまなちゃん、あ、そっか。でまなちゃんが来ることを想定してバスケの練習をわざとやってる。先輩だね。たまたまでしょ。たまたまだ。たまたまだよ。たまたまじゃないとドラマチックじゃないから。そうだよね、ドラマチック。待ってたら。追っかけだよ、追っかけ。それは追っかけ。はい、やってみよう。さあ、それではやってみましょう。加藤君、よーい。スタート。お疲れ様です。ありがとう。あ、なんですか。初めて会ったね。あ、そうですね、はい。名前なんていうの。あ、芦田です。もしよかったらさ、今月末に試合あるからさ、見に来てくんない。あ、ぜひ行きます。本当。はい、俺頑張るからさ。はい、じゃあその試合やっぱいいや。カーッ。よく頑張ったよ。よく頑張った。いやー、すごいすごい、まなちゃんに助けてもらった。まあ、あのオンエア上いいタイミングでラブソースイートのイントロかけてもらうと大体いい雰囲気になるから。大体いい雰囲気になるからね。